2006年に、完成しました。完成したのがこれですね。星を買った日っていうですね、スタジオジブリのジブリ美術館でしか見れない短編映画です。で、実はこれハウルの続編なんですね。ハウルの続編っていうのはですね、2012年にですね、鈴木敏夫さん自身が、説明しています。主人公のノナっていうのがいるんですけども、彼ですね、少年時代のハウルっていうふうに言ってるんですけど、確かにね、ハウルなんですよね。で、ハウルがまだ、自分の髪の毛を染める前のですね、鈴木さんに言わせるとハウルの童貞時代っていうことですね。ハウルがですね、主人公なんですけどもですね、その主人公ノナの相手、年上の美女ニーニャっていうのが出てくるんですね。この3枚の絵ですね、この女の人です。ちょっと黄昏れた感じのですね、いい女なんですけど、これがですね、荒れ地の魔女。なんですよね。ハウルがですね、荒れ地の魔女と暮らしていた時代ですね。荒れ地の魔女と、恋愛していた時代っていうのをですね、書いたんですね。実際にはその、ハウルっていうのは、ノナと、ニーニャという登場人物の名前になってるんですけど、で、そんなハウルがですね、後に大人になって荒れ地の魔女を捨てて、ソフィーと一緒に暮らし、さらにソフィーだけでなく、荒れ地の魔女も一緒に暮らすっていうですね、なんかそういうすごい不思議な話がですね、ハウルの動く城なんです。ジブリ汗まみれというですね、鈴木敏夫さんのラジオ番組をですね、書籍化した単行本の3巻にですね、宮崎吾郎さんがですね、宮崎駿の息子ですね、ゲストに出てます。で、父宮崎駿の作品のことなどというタイトルでですね、鈴木敏夫と宮崎吾郎の対談が載ってるんですけども、ハウルどうだったっていうふうにですね、鈴木敏夫がですね、一番に聞くとですね、息子が即答したのがですね、いや、あれはもう息子として嫌でしたっていうふうに言うんですね。で、老人同士の三角関係がもう生々しすぎて辛いですよ。だって、ハウルっていうのは実はヨボヨボのじいさんで、で、荒地の魔女はもう魔女が魔法を奪われたら実際の年齢になるので、すごいおばあさん。で、ソフィーも心の中がもう老人だから老人になったというような形で、本来で言えば、息子として見れば、父親ぐらいの年齢の人たちっていうのはもう恋愛っていうのから離れてサバサバしてほしいのに、ファンタジーという形態でなんか自分の心の中を語ってる私小説みたいで生々しすぎて、あれはもう勘弁してくださいっていうふうに言ってるんですね。まあそういうですね、不思議な作品がですね、星を買った夜というですね、短編アニメなんですね。これ見たくてもですね、ジブリ美術館の映画館に行かないと見れないんで、そのジブリ美術館の映画館でやってるアニメもですね、今月替わりで来月何するのかよくわかんないんですよね。本当にランダムに変わるから、ぜひジブリ美術館ホームページで調べてですね、星を買った夜があれば、どの作品もすごい面白いからですね、おすすめなんですけどもですね、ぜひ星を買った夜を見に行ってください。そしてそこでですね、ハウルの前日譚として、多分100年前とかですね、70年80年前100年前ぐらいなんでしょうね、まだ本当に若かった頃のハウルと荒地の魔女の間に何があったのか、どんな心の交流があったのか、それを宮崎駿がですね、書いた作品なので見てほしいと思います。ポンポロンポロンポンポロンポロンって、花びらの白い色は恋人の色を、ふるさとのあの人のふるさとのになった瞬間にすっごい泣けてくるんですけども。